さまざまな紙を使ってひまわりの壁飾りを作りましょう。ひまわりは色上質紙を使って作ります。詳しい作り方は色上質紙にプリントアウトして作るひまわりをご覧ください。型紙も説明欄からダウンロードすることができます。花と葉と茎の用意ができたら、台紙を作ります。A4 の紙を正方形に切ります。花瓶にする紙は縦5センチ、横9センチぐらいに切りました。表から両端に両面テープを、裏側は下になる部分に両面テープをつけます。両端を折り返して、角のところを四角く切り取りましょう。先ほど正方形に切った台紙の一番下に合わせて花瓶になる紙を貼ります。少し浮かせて貼りたいので両面テープを取ったら、鉛筆などを差し込んでから貼りましょう。これで少し浮いた感じになります。台紙の縁取りには模様のついた紙を3センチ幅に切って使いました。これを半分に折ります。そのうちの2本に両面テープを貼って、角のところを45度折り曲げ、両面テープを剥がして貼り付けておきます。台紙の左右は縁取りになる紙に糊をつけて挟み込むように貼ります。上になる部分は糊をつけて裏から貼ったら、表になる部分を両面テープで貼ります。角が斜めになって額縁に入っているようです。下も同じようにして貼ります。花瓶を挟み込むように貼ってください。ここにまずひまわりの花を置いて、花瓶の中に茎を差し込みます。茎の位置が決まったら、下の方に糊をつけて花瓶の中に差し込んで貼ります。それから余分な茎を切り取ります。次に葉っぱを貼っていきます。大きめの葉っぱを下の方から貼っていきます。次に小さめの葉っぱを少し向きを変えながら貼っていきます。一番上の葉っぱと花が重なり合うようにして、まず両サイドを貼ります。最後に真ん中の花を貼りましょう。空いている部分に残っている葉っぱを付け足して、これでひまわりの貼り絵の出来上がりです。吊るして飾れるようにするにはパンチで穴を開けます。そこに表から紐を通して表に出して、長さを考えて結びます。余分な部分は切っておきましょう。裏から見るとこんな風になっています。立体感のある貼り絵が出来上がりました。
一言添えてサインしたりハンコを押したりして仕上げましょう。